全国の世話学生の皆さん、こんにちは。今日は、始まりを捧げるという題目で説教をいたします。はじめに、聖書よりイエス様の御言葉を配読したいと思います。自分の義を見られるために人の前で行わないように注意しなさい。もしそうしないと、 天にいますあなた方の父から報いを受けることがないであろう。だから施しをするときには、偽善者たちが人に褒められるため、街道や街の中でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らすな。よく言っておくが、彼らはその報いを受けてしまっている。あなたは施しをする場合、右の手のしていることを左の手に知らせるな。それは、 あなたのする施しが隠れているためである。すると、隠れたことを見ておられるあなたの父は、報いてくださるであろう。また、祈るときには、偽善者たちのようにするな。彼らは人に見せようとして、街道や大通りの辻に立って祈ることを好む。よく言っておくが、彼らはその報いを受けてしまっている。あなたは祈るとき、自分の部屋に入り、 戸を閉じて、隠れたところにおいでになるあなたの父に祈りなさい。すると、隠れたことを見ておられるあなたの父は、報いてくださるであろう。突然ですが、世話学生の皆さん、礼拝は好きですかまた、敬礼式は好きでしょうか訓読会はどうですか これらのものは私たちが信仰生活をする上でとても大切なものです。この習慣を私たちができるようにすることがとても私たちの大事な目標になってくるわけですけれど、なぜそれらのものを大切にすることが重要なのでしょうか。そもそも礼拝とは一体どんな意義があるのでしょうか。一緒に考えてみたいと思います。 これらの内的な意義を知るためには、神様と私たち人間との約束の物語に遡らなければなりません。聖書にヤコブという人物が登場します。ヤコブは双子の兄エソーを持つ弟です。そのヤコブが長子であるエソーの 長子の祝福をエソーから奪ったというエピソードが有名です。父であるイサクは年をとって目がかすんでこう見えなくなっておりました。それでヤコブが母リベカに言われるままに自分が絵相だというふうにイサクに告げて長子の祝福を受けたのです。兄エソーは毛深い人でしたから 肌の滑らかであったヤコブは、えー、小ヤギの皮を手と首につけてイサクの前に出ていったといいます。それに触れたイサクは、あ、エソだと思ってヤコブを祝福したのでした。それを知ったエソは、あまりにも憤ってヤコブを殺そうとします。現代においては、 その長子の特権であるとか、また長子と自詞であるということの違い、これがどれぐらい重要なのか、よくわからないなと思うこともあるかもしれません。しかし、当時のイスラエルの世界では、長子というのは、その家の財産を受け継ぎ、またその家のすべての祭事を行う、祭司長のような、そういう立場であり、また身分的に、 他の兄弟よりも上の立場に立っていく、そういう重要なものだったんです。エソーがヤコブを殺そうと思うほど重要だったわけですね。では、ヤコブは兄エソーを出し抜くという悪いことをしたのでしょうか一般的に言えば、少なくとも当時のイスラエルの世界で言えば、それは悪いことのように思えたかもしれません。 しかし神様の人類を我が子のものに救うんだという説理から考えてみれば神様がヤコブを立てないといけないというそういう事情があったわけですもしヤコブが自分の私利私欲のために絵相から長子権を奪おうということであったならばそれは悪いことであったかもしれませんしかしヤコブは自分のためではなく 神様の身胸に従ったのです。さて、ヤコブは殺そうとするエソーから逃れるために、家を出てハランという遠い地に旅をすることになりました。その時の様子を聖書から読んでみましょう。さて、ヤコブはベール芝を立ってハランへ向かったが、 一つのところに着いた時、日が暮れたので、そこに一夜を過ごし、そのところの石を取って枕とし、そこに伏して寝た。時に彼は夢を見た。一つのはしごが地の上に立っていて、その頂は天に達し、神の使いたちがそれを上り下りしているのを見た。そして主は彼のそばに立って言われた。私はあなたの父、アブラハムの神。 イサクの神、主である。あなたが伏している地をあなたと子孫とに与えよう。あなたの子孫は地の塵のように多くなって西東北南に広がり地の所属はあなたと子孫とによって祝福を受けるであろう。私はあなたと共にいてあなたがどこへ行くにもあなたを守りあなたをこの地に連れ帰るであろう。私は決してあなたを捨てず。 あなたに語ったことを行うであろう。ヤコブは眠りから覚めていった。誠に主がこのところにおられるのに私は知らなかった。そして彼は恐れていった。これは何という恐るべきところだろう。これは神の家である。これは天の門だ。ヤコブは朝早く起きて枕としていた石を取り、それを立てて柱とし、その頂に油を注いで、 そのところの名をベテルと名付けた。その町の名は、はじめはルズと言った。ヤコブは誓いを立てて言った。神が私と共にいますし、私の行くこの道で私を守り、食べるパンと着る着物を賜い、安らかに父の家に帰らせてくださるなら、主を私の神といたしましょう。また私が柱に立てたこの石を神の家といたしましょう。 そしてあなたがくださるすべてのものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。このようにヤコブは旅をするその中で神様に出会ったんです。その時のヤコブの身の上と心情をぜひ想像してみてください。持つものは何もなく、 たった体一つで、そしてもう二度と自分の家族に会うことができないかもしれない。故郷に帰ることがもうできないかもしれない。そんな孤独の絶頂だったんです。その時に神様はヤコブに言いました。私が共にいる。あなたがどこに行くにも私が守る。決してあなたから離れない。捨てない。 このような言葉が一体どれほどヤコブの心を慰めたでしょうか。そうしてヤコブが神様に誓った約束がすべてのものの十分の一をあなたに捧げますということだったわけです。そしてヤコブは実際にその後の人生においてそれを守り神様に すべてのものの十分の一を捧げ続けました。その後、ヤコブはイスラエルの先祖となり、イスラエル民族はヤコブが建てたその神様との約束を伝統として守っていきました。私たちもヤコブから始まったその伝統を受け継いで、十分の一を神様に捧げますということを伝統として行って、 いるわけですそれで私たちは十分の一献金というものをしますよねすべての収入の十分の一をいつも神様にお捧げするというものです十分の一ですからこれを十一条と言っています皆さん十分の一乗どうでしょうか それはあたかも自分のものが減るような感じがして嫌に思う人もいるかもしれません。しかしそれはそれをすることですべてのものを神様が主観してくださるという祝福になっていくわけです。考えてみてください。この宇宙の万物は一体そもそも誰のものでしょうか それらは神様が想像してくださったものです。人間が、アダムとエヴァが、神の子として立派に成長して完成して、万物の主観者の立場に立てたならば、それを神様の代わりに、人間のものとして、誠の愛で愛してあげることができたでしょう。しかし人間は、堕落することによって、神の子ではなく、サタンの子になってしまいました。つまり、 神様が万物を愛してあげられたその愛を自分のものとすることができずに、誠の愛で万物に接してあげることができなくなったわけです。万物はその誠の神の子の出現をいつも探索しながら待ち望んでいると聖書にあります。その部分を少し読んでみたいと思います。秘蔵物は実に切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる。 なぜなら、秘蔵物が虚無に付したのは、自分の意志によるのではなく、服従させた方によるのであり、かつ、秘蔵物自身にも、滅びの縄目から解放されて、神の子たちの栄光の自由に入る望みが残されているからである。実に、秘蔵物全体が、今に至るまで、共に埋めき、共に生みの苦しみを続けていることを、私たちは知っている。 つまり、お金や万物は自分のものであると思う。ということは実はそうあるべきではなくて、神様が私たちのために与えてくださった愛の表れであるとして感謝すべきなわけですね。だから、十一条を捧げるということは、神様、この私の与えてくださっているものを すべてあなたのものとして、あなたに感謝してお捧げします。いつもありがとうございます。と捧げるのがいいわけです。すると神様がありがとう。そのあなたの心情が嬉しい。ただあなたが生活するため、またために生きるために私は十分の一で十分だから、あとはあなたが使いなさい。となるわけです。つまり、 十分の一を捧げることで、残りのものすべてを神様が取ることができるということになり、神様に守られるようになるということなわけです。それでは、この十一条というのはお金の話だけなのでしょうか実はそうではありません。お父様の御言葉を拝読します。これから皆さんは、 持っているすべてのもの、時間までも11乗しなければならないのです。過去のように何か物質だけではありません。もし家族が10人いれば、家族の身代わりとなる1人を出さなければなりません。そういう基準で進まなければなりません。これから私たち統一協会シックたちは11乗ができなければいけません。11乗ができない人は、 統一協会のシックではありません。これは義務的です。天的な義務だということです。もしそのような生活圏内を抜け出すようになるときにはいけないというのです。皆さんの生活習慣はこのようにしていかなければなりません。一番最初のものは神様の前に捧げなければならないのです。純なるものは神様の前に捧げなければならないというのです。 純なるものがない時には神様が共にいてくださらないのです。新しいものがない時には神様が共にいてくださらないというのです。皆さんはそれを知らなければなりません。財物も他の人の残したものを持ってしてはいけません。それは汚れに起こされてしまうことです。恩恵を受けた人ならば一遍でわかってしまうのです。 それで不条なところには行かせないようにするのです。このように時間もまた神様が想像してくださった万物であり、それを最初の十分の一を捧げていくというそういう思想が大切になるわけです。神様に下げるものは最初のものでなければならないとお父様は ご指導されていらっしゃいます。それでは、時間における最初のものとは一体何でしょう一日の最初とは、一週間の最初とは、また、一ヶ月の最初とは。そうです。一日の最初というのは、訓読会です。一週間の最初は、敬礼式です。また、礼拝です。 一ヶ月の最初は敬礼式なわけです。私たちはなぜその最初の時間にそのようなことをするのかというと、すべての一日のまた一週間の一ヶ月のその活動の一番最初の時間を神様のために使う。神様のために過ごすということで、神様はその後のすべてのものも私のために使ってくれた。 そう見なすことができるわけです。そうすると神様はサタンに言うことができるわけです。この子はこの一日、一週間、一ヶ月の最初を私のために捧げてくれたので、すべて私が守ってあげることができるんだ。もしそれをしなかったとしたら、サタンが神様にこう言えてしまうわけです。神様、 この子は神の子と言ってますけれど、一日の始め、一週間の始め、一ヶ月の始めを神様のために使わず、自分のために過ごしています。だから、私が干渉する条件があります。このことに神様は何も言えないわけです。お父様が示してくださった敬礼式の時間の基準は5時です。 5時はとても早い時間です。きっと眠くて体も辛い中で、それを捧げようというのは大変なことだと思います。しかし、神様のためにそのすべてを捧げたい。そういう思いで一生懸命捧げたときに、神様は喜ばれ、そのように取ることができるようになるわけです。またそれに価値があるというんですね。 私たちもこの十一条の思想、考え方を持って神様に始まりを捧げるという意識で生活をしていきましょう。そうすると、それが神様に守られる生活となり、神様を中心とする生活になっていきます。さて、2016年が始まりました。一年の始まりであるこの時期。 皆さんはこの一年どのように神様のために歩もうか考えてみたでしょうかぜひ一年を通して神の娘、息子としてどのような自分に成長していきたいかぜひ考え目標を立ててみてください。神様に始まりを捧げ神様に守られ神様を喜ばせる 生活を共にしていきましょう。今日は「始まりを捧げる」という題で説教をいたしました。以上で説教を終わります。ありがとうございました。